はい、こんにちは、ゆうです。寒くなってきましたね。都内はまだ走れるといった気温なんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お元気でしょうか。イチョウは紅葉していて、とっても綺麗な並木通りを走っています。今日のテーマはですね、この愛するバイクと二人きりで行く古き良き日本の文化に改めて触れてみようツーリングです。長い、まあタイトルなんてどうでもいいんですけど、というわけで今日は私の地元でもある神奈川県に向かっています。歴史的な場所といえば、そう、神奈川県の鎌倉に行きたいと思います。はい、高速降りるとちょっとしたワインディングロードがしばらく続きます。ちょっとテンション上がりますね。ですがここで事件が起きました。止まるベンツ、そして譲るんですね、ここで。いやー、危ないからやめて。まあね、意外とあるあるなんですけど、先が見えないコーナーの譲り合いや追い越しやめましょう、完全に。中にはご存知の方もいらっしゃいますが、私の父は実は陶芸家なんですよね。土と炎の偶然のいたずらに見せられた父は、私が生まれるずっと前からこの陶芸一筋でやっています。お酒が好きになったのは 100% 父のせいです。器も人間と同じで、色も形も様々。たとえ形がいびつでも、へちかんでいても失敗ではありません。お客さんが来たみたいです。お話を聞いていると、このご夫婦は新居で抹茶を飲みたくて、わざわざ和室を作ったそうです。眺めて、触れて、確かめて、
奥様と一緒に確かめられてる姿が微笑ましかったです。